ございます。安藤リレイです。東京でタイ料理教室をしております。本日のテーマはですね、デトックスはごめんなさい、スムージーは、デトックスになりますかというね、ご質問をいただいたので、こちらにお答えしていただき、いきたいと思います。よろしくお願いいたします。この配信ではですね、レッスンでお話ししきれないような、ありがとうございます、ママエルさん。はい、レッスンではですね、お話しきれないような座学をお話ししているんですけれども、はい、タイ料理にまつわるハーブとかスパイスを使ったお話ですとか、あとは体質改善プログラムというのをやっておりますので、そちらでね、お悩みの多い、ダイエットとか、デトックスに、ね、関するお話なんかもさせていただいております。あ、お久しぶりです。ありがとうございます。おはようございます。言ってありがとうございます。はい、ということでですね、スムージーはデトックスになりますかっていうね、ご質問をいただいたんですけれども、そうですね、スムージーって一括りにされると、何を使ってるかがポイントかなっていうふうに思います。基本的には、葉物野菜とか、そういう、多分緑色の野菜とかっていうイメージかなと思うんですけど、デトックスにはなると思います。デトックスって、何をもってデトックスかっていうところもね、難しいところではあるんですけど、いわゆる排出力を高めてくれるものということで言うのであれば、当然野菜を摂るっていうことは良いことかなと思うので、スムージーはデトックスになると思いますっていうのが結論ですね。ただ注意しなくちゃいけないのは、結構冷凍フルーツとか、冷たくして飲むとやっぱり良くないかなとは思いますね。なんでかっていうと、やっぱり内臓が冷えるってことは、それだけその分消化力っていうのが落ちる、いわゆるその、デトックス排出機能っていうのが、排出力っていうのが落ちちゃいますので、飲むんだったら常温がおすすめかなとは思います。はい、宮古島さん、ありがとうございます。はい、で割とね、デトックスウォーターとか、スムージーとかっていうと、なんかね、ちょっと冷たくて、これから暑い夏にね、飲みたくなってくるとは思うんですけれども、そういう意味で言うと、冷たくしないっていうのがやっぱり何より大事ですね。これ伝統医学、中医学でも、タイ伝統医学でも、エルベーダなんかでもそうですけど、やっぱり内臓を冷やすっていうのが一番良くないんですね。体に良くないし、当然排出力とかデトックス力っていうのも良くないので、そういう意味では冷やさないようにするっていうのが一番大事です。毎朝冷たいスムージーを飲むのであれば、普通に温めた白湯ですね、白湯を飲む方がデトックス効果は個人的にはあるんじゃないかなと思います。はい、大丈夫そうでしょうかね。なので、あとは体質によって、合う合わないと、あとその人の消化力、どれぐらい自分で分解できるかっていうところも関わってきますので、そういう、一概には言えないんですけど、そもそも消化力がない人が、これもまた別途で別にね、ご質問いただいたんですけど、消化力がないのに、そういうね、野菜とかのスムージーをずっと飲み続けて、でしかも冷たいのとか飲んでていたら、体調は崩しますよね。なので、そういう意味で言うと、やっぱご自身の、体を、しっかり見ながら、そういうのを見ていくといいかなと思います。その飲み始めてからちょっと体調が悪くなったのであれば、その体調が悪いっていうのも一時的なものだったらいいんですよ。デトックスされてるっていうふうに捉えますので、はい、書いてありますね、ママエルさん、ありがとうございます。何を落としたんだっけ、そう一時的なものであれば好転反応として捉えることも可能ですけど、ちょっと様子を見てあげて、例えばブツブツとして、ね、出ちゃう場合もあります。ママエルさん、ありがとうございます。スムージー、セブンイレブンが今ポップ出してますよね。多分時間経って冷たいやつですか。そうです。あれはだからね、時間もね、結構伝統医学的には大事、新鮮なものをとにかく作るのが良いと言われているので、難しいところではあるんですけど、冷凍して保存されたものをスムージーにして飲むっていうのは、ちょっとねっていうところは伝統医学的にはあるんですけど、ただそのビタミンが取れるとかそういうのはね、合ってると思うんですよね。広告というか、売り文句としてはそこは間違ってないので、良し悪しですよね。はい、
っていうふうに思います。あのセブンのはね、あれも、まあ、あれでなんか1日分の栄養が取れるとかって思わない方がいいですね。当然あれはあれで飲んでも、もちろんいいですし、まあ、美味しいと思います。美味しそうだなと思いますけど、あの、まあ、それがあの必ずしも体にいい、それだけ飲んでればいいかっていうと、そういうわけではないので、そこはちょっとやっぱり注意が必要かなと思いますね。あとやっぱり体質によって火の方っていうのは消化力が強いので、そういう意味で言うと、ああいう冷たいものをガンガン飲んでも大丈夫な方はいます。まあ年とともにね、やっぱりその消化力も落ちていくので、年齢とかに本当によるんですけど、まあ、実際いますよね。あのガンガン冷たい水飲んでも元気いっぱいな方っていうのはいるので、そういう意味では体質にもよるかなと思います。若子さん、ありがとうございます。もしよかったら見ていってください。はい、大丈夫そうかな、はい、ということで、スムージーは、デトックスになりますかっていうことなんですけど、まあ、温度と、まあ、物ですよね、なんか何を入れてるかとかによるのに注意していただければ、しっかりデトックスには使えるんじゃないかなと思います。ただ、さっき言ったように、あの冷たいものを取るっていうのは内臓を冷やしますので、その分あのデトックスが排出できる、ね、効果っていうのは下がりますので、やっぱり温度はしっかり、ね、気をつけてあげた方がいいかなと思います。あとですね、野菜も、まあ、葉物野菜とかも良いんですが、特にこれから夏野菜とか、は体を冷やす作用があるものの方が多いですので、そういう意味で言うと、まあ、もともとあのちょっと冷え気味な方とかに関して言うと、それを毎日取ることで、まあ、逆に冷えちゃって消化力というか、まあ、デトックスする力っていうのが落ちちゃうっていうこともあるので、まあ、その辺が注意が必要かなっていうことですね。基本的には体にいいからって言ってずっとそればっかり取るっていうのはあんまりおすすめしないですね。やっぱりいろんなものを食べると、あの、まあ、リスク回避っていう意味で言うと、あのリスク回避になるかなと思います。はい、大丈夫そうでしょうかね。まあ、なので、あの、まあ、やっぱり、人間慣れちゃってあの効かなくなるっていう体のね仕組みとしてありますので、ずっと同じものっていうよりは 2,3 週間続けてみて、あ、効果がありそうだなと思ったものに関してはちょっとインターバルですね、これはあのどんな薬とかハーブ薬とかスパイス薬とかもそうですけど、インターバル、3、4日とか1週間とか空けてまた再開するみたいな感じでやると、より効果的にね続けられるんじゃないかなと思います。あれ、本当声聞こえない、声聞こえないですかね。多分ミュートにはなってないと思うんですけど、どうなんだろう。若子さん、すいません、ありがとうございます。あ、聞こえてますよ、だって。 ありがとうございます。そうなんだ、そうなんだ。なんだろう、あの若子さんのもしかしたら音量が ちっちゃいとかかな、大丈夫かな。はい、ということでですね、ありがとうございます。あの若子さん、よかったら後で録画で見ていただけますと嬉しいです。はい、声聞こえてないから何言ってるか分かんないんだよな、多分ね。 よかった聞こえました、だって。はい、ということで大丈夫そうでしょうか。なんか質問とかありますか。大丈夫かな。うん、はい。でスムージー、あのやっぱり物と体質と、その温度によるんですけど、まあ基本的にはですね、まあ、自分の体と、その自分の体をしっかり見るっていうことと、あと冷たいものはやっぱり良くないです。これからあの暑くなってどうしても冷たいものを取りたいんですけど、まあ、たまにはいいと思いますけど、まあ、冷たいものを取ったらその分温めてあげるスパイス使うとか、あのそういう風にカバーしてあげるといいかなと思いますね。なので、そうですね、基本的には、冷たいものを取らないようにするっていうのが夏バテ防止にもなりますし、そのデトックス効果っていうのも維持できるかなと思います。大丈夫そうでしょうか。ありがとうございます、コメントいただけて。はい、ということでですね、こんな感じでですね、質問とかにもお答えしていきたいと思いますので、もしよかったらコメントとかね、DM とかで教えてあのいただけますと嬉しいです。はい、こんな感じでですね、朝はやっておりますので、ぜひまたご参加いただけますと嬉しいです。役に立ったなとか面白かったなとか思ったら、ぜひハートマークで教えてください。ありがとうございます、嬉しいです。はい、ということで、あとですね、宣伝だけ、タイ料理はですね、すごいデトックス効果あります。で基本的にはあの、バランス取れてる料理になりますので、まあ、取りすぎたりとか、まあ、なんだろうそういうのがあんまりないかなっていう、偏ったりすることがないかなと思いますので、ぜひね取り入れていただけたらと思います。レッスンもね、募集しておりますので、ぜひ遊びに来てください。はい、あとごめんなさい、もう一個ですね、LINE 登録でですね、まあ、タイ料理
がベースにはなるんですけど、デトックスレシピ集というのをお配りしておりますので、もしよかったらこれを機会にね、LINE に登録いただけますと嬉しいです。LINE 登録してですね、一言送っていただけましたら、デトックスレシピ集をお配りしてますので、よかったらご登録をお願いいたします。プロフィールの方から、登録できるようになってますので、また、そちらの方でね、質問なんかもいただけますと嬉しいです。はい、ではでは本日も、良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。